ブランコクレーンのアスレチック場を作ったぞ。ゴールできたやつにはご褒美を出すぞ。体を振って強運と言ってくれよな。 MC といえば我、ホーリーナイト紅桜でした。こんにちは、 AI ボイスの和光みのりです。今日も元気にスーパーマリオメーカー2をやっていくよ。今回はお願いながブランコクレーンのアスレチック場をやっていこうと思います。こういう仕掛けのステージは初めてなんだよね。ちゃんとやれるかな。よし、いい感じじゃない？ぴょーん。あ、コインを全部取れなかった。まあ取れなかったものは仕方ない。わ、ここ楽しい。あ、ここ失敗しちゃうとダメなやつだ。危なかった。うっかりジャンプしちゃう癖は直さないといけないね。無敵状態は好きだけれど、急がなきゃって思っちゃって苦手なんだよね。操作も雑になっちゃうし。グレーン君に助けられました。確かにこれはアスレチックステージだね。楽しいけれどちょっと怖いな。あそこのコインはどうやって取ればいいんだろう。さすがに怖いので遠慮しておこう。あ、チビちゃんになっちゃった。どうして？気を取り直しまして、無事戻ってこれたよ。やっぱりあそこのコインも欲しいな。でも無理はしません。もうミスをしたくないもんね。私はもう少し失敗から学んだ方がいいと思うな。よし、あと少し。いい感じいい感じ。赤い4連星に当たらないように気をつけて、と。違うんです。なぜかジャンプした先に地面がないんです。おかしいですね。だから私は悪くない。知らん。それでは今までの失敗を泣き物にして進んでいくよ。メタルフラワーくんの上に着地するかと思っちゃった。危なかったね。わわ、ちゃんと捕まえられた。あ、飛び越しちゃった。失敗。さっきのところが楽しくって好きだな。せーの、今度はちゃんとキャッチできたね。よしよし、ここからは用心に用心を重ねて進んでいこうね。あの赤のこの子くんを踏んでジャンプしてみたいけれど、失敗が怖いから注意して、と。無理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 。助かった。ゴールが見えてきたね。せーの。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。